イギリスの王立植物園が監修し、植物を精巧に描いたボタニカルアート展の来場者が今日1万人を超えました。会場の広島県立美術館では今日午前セレモニーが開かれ、1万人目の来場者に記念品が贈られました。先月から始まったおいしいボタニカルアート、食を彩る植物の物語展は、イギリスの王立植物園が監修する特別展で、精巧に描かれた果物や18世紀から19世紀に食卓を飾った食器などおよそ190の作品が展示されています。結構この美術館には来て、ちっちゃい頃から来ていたので、そういう記念としてなったのは嬉しいことだし、思い出に残るのでとても嬉しいです。ボタニカルアート展は今月26日まで開かれています。